You're listening to Shibuya Cross FM。 スタゴヤプレゼンツ藤森会の渋谷トーキングスタート。皆さんこんばんは。スタゴヤプレゼンツ渋谷トーキング始まりました。この番組は毎月第2第4金曜日の17時よりここ渋谷クロス FM から生放送でお送りしています。番組は株式会社サンオフィスのタレントが楽しく元気に進めてまいります。改めましてご視聴いただいている皆様こんばんは。こんばんは。お外からもありがとうございます。ありがとうございます。改めて自己紹介をさせてください。はい。私藤森海と申します。普段は俳優活動を主にしております。はい。あと SNS で SNS の投稿やあと配信か配信を毎日 TikTok でしております。よろしくお願いしますよ。はい。そして本日サブ MC を務めさせていただきます。ビール片手にハッピーをお届けのバンドザ・ビールズのボーカルさくらさなです。毎日みくちゃで配信してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもう慣れたもんですよね。ね、この二人 ね結構最近あるからね。はい。さあどうなんですか最近。最近はちょっと僕今日喋りたいことがあったんですよ。どうぞ。あったんですよ。昨日7日ですよね。7日です。7日ですよね。そう。昨日僕ちょっとあのバンジージャンプ飛びに行きました。どこにとか聞いていいの？あ、いいぞ。どこに？あの茨城に、茨城の龍神ってとこに100メートルあるんですけど、バンジー飛びに行って、初めての経験あったんですけど。いや、どうだった？あのね、楽しかったです。めちゃくちゃ楽しくて。高所恐怖症ではないってことだね。多分一応高いとこから下見たら、うん、ちょっと足すくむなって感じなんですけど、昨日は全然なんかあれいけるかもってなって、すごい行きました。天気も大丈夫だったもんね。天気もいい感じで。あ、よかった。めっちゃでも寒かったですけど。あ、そうだよね。寒くて。そういうのってさ、写真とか動画とかに残してあるの？そう、残しました。あのなんか有料で別で撮ってくださる方がいて、これはもうちょっと行かないとなってなってお願いしました。すごいすごい。しました。はい。じゃあそれはいつかどこかで公開するかも。あ、もうそうです。今日帰りとかに投稿しようかなと思ったんですけど。やば。楽しみすぎる。どこにするの？インスタグラムと、TikTok、TikTok もやります。おお、じゃあ、はい、全部やるだけ。各種SNS にアップされるよと。ちょっとぜひ見てほしいです。いやーぜひ、はい、ありますか経験そういうの？ないないですか？バンジーないな。高所恐怖症は？高所恐怖症ではない。あ、ではない。東京タワーとかのさ上の方行くと、うんうんうん、下が透けて見えるゾーンがある。あー、はいはいはい、はい、あれとか平気。おお、大丈夫。絶叫も大丈夫ですか？でも絶叫大丈夫なんだけどフリーフォール系がちょっと苦手え、でもフリーフォール系ですよね多分バンジー。そうだよね。だから多分だいぶ厳しい。でも10万円もらえるなら行く。おー、なるほどな。ぐらい。なるほど。ね、いいですね。そう。もうぜひちょっと行ってみてほしいです。怖、ま、もう一回行きたいなとは思うんですけど。すごい。もう一回、うん、同じとこそれとも違うところに？なんか岐阜に200メートルのとこがあるらしくて。大ちゃん。ちょっとこれ行くしかないかなと思ってます。やばいね。じゃあまたぜひ、はい、この行った暁にはちょっと、うんうん、行ってみたいなと思います。投稿してください。はい。あ、投稿します。うん、私は行かない。はい、行かない行くとこ見たいな。やだな、怖いよ。どうですか最近は？最近はですね、はい、ザ・ビールズの活動も、やらせていただいておりますので、いろいろあるんですけど、ちょこちょこお話しさせていただいてる、うん、ミス・ビアガールグランプリとしての特典がいろいろありまして、はい、雑誌とかですよね。そう、雑誌とか、はい、で先日までは、うん、3月3日まで渋谷 の、はい、あのドン・キホーテの横の大きいビジョンがあるんだけど、はい、そこにバーンって出てた。終わっちゃった。終わっちゃった。そう、終わっちゃったんだけど、あの今大久保駅にも出てて、そう、大久保駅の北口改札を出たところにニューデイズってあのコンビニあるんだけど、そこの横にビジョンがあって、うんうん、そこに3月31日まで6分に1回出てくる。おー、6分に1回結構出てくる。めっちゃ出てくる。そう、なのでぜひあの大久保あんまり行かないよって人も、うんうんうん、まあ、美味しい食べ物もいっぱいあるから、うんうんうん、ぜひついでに食べて見てもらえたらなと。大久保ってあれですよね、韓国系のやつですよね。で、はいはいはい、新大久保とか、うんうん、新宿とか、うん、あと西武新宿駅とかからも全然歩けるんで、なんか行ってほしいなっていうふうに思います。いいですね。特典満載ですね。そう、満載で、その中でね、今日持ってくるの忘れちゃったんだけど、はい、オリジナルビールを
はい、作らせてもらって、とうとう手元に届きました。おめでとうございます。ありがとうございます。で、ステッカーだけ持ってきた。あ、それがそのステッカーだったんですね。そうそう。で、こちらザ・ビールズのビールのステッカーなんですけど、うん、デザインはうちのギタリストのふみたぐちがしてくれて。あー、あの方ですか。そう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 。で、どんな風にしたいかっていうのを言ってもらう、ヒアリングしてもらいながら、はい、これ私が昔描いたイラストなんだけど、かわいい、ビールのね、かわいい、それとかも入れてもらって、はい、でこれが実際にちょっと素材は違うけど、うんうんうん、瓶に貼ってあって、皆様のこれみたいなやつが、そうそうそう、で、いい、ビールの中身も私がどういう味がいいです、色味はこういうのがいいです、度数はこれぐらいっていうので、うんうん、軽めの、うん、普通 5% のアルコール度数なんだけど、うんうん、4% に抑えて、一番大事ですから。そう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 、はい、一番大事で、軽くて、ただちゃんとビールらしい味を味わってほしいけど、うん、苦すぎるとちょっとやだなって人もいるかもしれないから、ちゃんと苦味もあるんだけど、うんうん、飲みやすい、IPA という、ビール好きならではの、そうそうさせていただきましてですね、大好評。もう買えないんですけど、はい、え、早い。そう、期間が決まってたの。あ、そうなんですね。なんですけど、まあ、チャンスがあればビールズのライブでもしかして何かいいことが起こるかもしれないので要チェックでよろしくお願いいたします。いいな、っていう感じで、すごい楽しくやってますよ。めちゃめちゃいいですね。いいでしょ、ま、あ、これあげる。え、マジですか。ほんといただきましたあげましたかわいいですね、めちゃめちゃかわいいでしょ。めっちゃかわいい。そんな感じでバンド活動とビール活動と相変わらずやらせていただいてます。いいですね。いいでしょう。はい。さあ、かいくんはまた役者としてちょいちょいやるのかな。最後、まあ、告知でも喋らせてもらおうと思ってるんですけど、また4月に、はい、ちょっとね、まだ今今日8なんですけど、うん、17日まで言えないんですけど、楽しみだけどまたあるんで、はい、ちょっと役者も頑張っていきたいなと思います。楽しみです、はい、サナさんは歌は、サナは歌もあります。今週末3月10日に、はい、普段ザ・ビールズって私ボーカルで、はい、ボーカルの私とギターのふみさんと2人でやるのが多いんですけど、うんうんうん、今年初ベースとキーボードも入って4人でやります。すごい、また全然違いますよね。そう、全然違う。あ、すごい。しかもイベントタイトルがロックの花道っていう、うん、そう、演歌の花道ちゃんかいみたいな感じでタイトル、ロックの花道で、普段そんなにロックロックしてないんだけど、ロックンロールな感じのザ・ビールズも見ていただけると思うので、うん、はい、ぜひ来てね。これはもう楽しみですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、というところで本日1曲目お送りします。さくらさん、作曲振りをお願いします。はい、では、私のバンドザ・ビールズのビールが美味しくなる曲です。ビールがうまい。
り部屋でビールがうまい。テレビを見ながらビールがうまい。地味なつまみでビールがうまい。今日もお疲れビールがうまい。お聞きいただいたのはザ・ビールズでビールがうまいでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは夕暮れ生ゲスト。はい、本日はタレントから役者に転向中、たくさんの CM や番組出演されている伊藤大輔さんにおいでいただきました。伊藤さん、ようこそ。あのお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。それではまず自己紹介をお願いします。はい、伊藤大輔と申します。今は、会社をしながら今役者をやっています。バスケットボールが好きすぎて、週5回バスケをやっていて、今もバスケットボールを持ち歩くという、はい、本当にバスケ好きです。すごすぎる、はい、もう普段からもうアクセサリーですね、はい、アクセサリー大きめのアクセサリーですね、はい、ありがとうございます。で、本日はいろいろお話をお伺いしたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。ぜひお願いします。はい、で冒頭にタレントから役者へ転向中と紹介させていただいたんですけれども、はい、普段はどのような活動をされているんでしょうか。はい、これまでは、まあ、役者としては、まあ、CM とか、あとスチールとか、うんうんうん、あと恋愛リアリティ番組とかを中心にやらせていただきました、うんうん、おー、すごい、すごい。で、まあ、これからちょっと、まあ、ドラマとか映画の方にちょっと転向したいと思って、うんうん、いろいろちょっとあのワークショップとか受けたりとか、うんうんうん、しているところです。へー、はいはい、なるほど、はい、ありがとう。でちょうどね、役者はい、同士ということで、いろいろ教えてください。こちらもどうぞ。僕もバスケットボールをちょっとサッカーでしょ。サッカーボールで、僕サッカーボールで。ということで、役者さんになられる活動をされているところということですけど、はい、でも結構いろいろやってますよね。あれ、大学院生でもある？あ、そうです、大学院生も、はい、やっています。すごい、すごいですよね。いくつ顔持ってるんですか？まあ、3つ4つが、自分でもよく分かってないですね。じゃあ全部全面が、あの、まあ、伊藤さんの。そうですね、もういろんな顔というか、はい、すごいすごい。で、バスケもね、もう長くやってらっしゃるということで、ね、ですよね。うん、はい、どのぐらいやってらっしゃるんですか？もう15年ぐらいやってますね。すごい、はい、本当、あの途中まで、あの陸上部だったんですよ。で、そこからちょっと、あの途中から、あのバスケットとやってから、はいはい、ちょっとバスケってハマっちゃって。じゃあ転校されたんですか？それもまた、はい、転校しました。すごい、転校めっちゃ得意じゃない？いやね、もう慣れたもんすごい、さすが。何でもできちゃう、元気できたでもそういうのってすごいですよね。なんか始めたら、うん、あのやり抜かなきゃいけないみたいなのさ、うん、あったりするじゃないですか。かやっぱ部活とかもそうだし、うん、それをあの生かして違うことにやるっていうのはめちゃくちゃすごいなっていうふうに思うんですけど、うんうんうん、そうですね、ジャンプ力ぐらいですかね、生かせてるの結構届きます届きますか、ダンク。ちょっと前はちょっとエディング触れたんですけど、はい、今ちょっとだいぶ太ったんで、お、今ちょっと厳しいかもしれないですけど。なるほど、はい、まあでもね、それはまた、うん、あの体型をね、転向させればね。そうですね、体型を転向させればいいんじゃないかなというところですけど、はい、気になりましたのは、あの恋愛リアリティ番組にいくつかお出になってるという、うん、すごい。あ、そうですね、最初はあの
TBS でやっていた、はい、コイントスという、コインの裏かもってかで、はい、自分のそのなんだろう行動とか運命が変わるみたいな、すごい、うん、その中でその共同生活をして、まあ、自分の一種の異性と結ばれるか、あの一人で帰るかみたいな。なるほど。え、結果はどうだったんですか。僕はそうですね、僕ちょっと吊り橋効果を狙ってたんですよ。あ、はい、ちょっとドキドキするやつ。そうそう、はい、吊り橋効果とは、そう、例えばジェットコースター乗っててキャーってなってる気持ちとかで、はいはいはい、なんか揺さぶるみたいな。あ、そう、それを恋愛と思わせるみたいな。そういうちょっとそういうちょっと姑息なちょっと手を使ってたんですよ。はい、やっぱ賢いながらの、うん、そうね。そしたら第一声が、私、はい、あの高所恐怖症なんだけどって言われて、やばいもうアウトじゃんみたいな。バンジー無理だあれもう当然あの振られました。うわー、まあそれはね、ご縁がね、なんかそこの時ではなかったという、そうですね、はい、ことで、まあ、あとね、ハマる人もね、うん、きっといるんじゃないかなということで、ね、はい、今え、愛のハイエナは現在も、あ、ちょうど、昨年の12月ぐらいまで放送してて、はい、はい、狼ちゃんには騙されないっていう番組なんですけど、はいはい、それのちょっと大人バージョンで、うん、恋愛をしない女性が一人混じっていて、はい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 、その人に騙されないように、まあ恋をするという。なるほど、はい、それってまだどこかで見られる。あ、そうですね、はい、愛のハイエナって番組、今のシーズン1が終わって、今シーズン2なんですけど、はいはい、今も多分見れると思いますね、はい、ぜひ。何人ぐらいの、僕の時は5対5ですね、10人で、で1人混じってるってことですか。わかんないんですよ、それは。あ、わかんないんですね、はい、もう人狼ゲームが好きなんで、ちょっとその辺をちょっと、まあ、心理戦というか、うんうん、ちょっとその言動とかで、はいはい、この子を、狼っていうか、まあそういう恋をしない人なんじゃないかっていうのをちょっと自分の中でちょっと探りながらちょっとやる、うんうん、難しいな、はい、人狼ゲームっていうワードも出てきましたけど、はい、結構流行ってますよね、はい、最近。めっちゃ流行ってます。え、やられますか。面白いですよね。私すごい昔にやったかなっていうぐらいで、最近のこの流行りびっくりしてるぐらい。いろいろありますよね、ゲームとか実際やったりとか。そうですね、ありますね。僕はリアルでやってるんですけど。あ、リアルで、はい、やっぱ対面が一番面白いですね。面白いですよね。へー、すごい。気づいたら 2,3 時間経っちゃう。やばい。ですよね、ですよね。さすがね、役者さんとかね、結構やられる方、うん、はい、トレーニングにもね、なりますね。本当、めっちゃうまそうですよね。いや、全然もう、いやいやいや、バレバレですよ、本当に。ちょっと吊り橋効果学んだ方がいいです。一回でも役者同士でやったことありますね。おー、みんなすごくて、やっぱ分かりにくかったです、本当に。それのもね、頭良くないとさ、いや、そうです、本当に。そう、うまくいかないじゃないですか、うん、ということで、資格もね、結構お持ちということで、英検準1級、トイック750、フランス語4級ということで、フランス語も入ってきたよ。フランス語いけるんですか。もう全く分かんないですね。取って、もう何も喋れないです、今。いやいやいや、大事ですよね、取るの。でもね、フランス語発音がむずいから、まず。もう分かんないです、全然。そう、なんか喉鳴らす音みたいなやつ、そう、あるんで。下水みたいな。めっちゃむずい。下の動きですよね。あ、ラリルレローでしたっけ。あれ違いましたっけ。ラリルレローはあれ英語、何、うん、よりもなんかね、喉の奥鳴らすみたいなやつ、うん、ちょっとね、やれないんだけどさ。やってみたいけどね。あるある。まあそれ以外にもね、いろいろ趣味もめちゃくちゃ並んでますけど、特に最近ハマってる趣味っていうのはあるんですか、うん、最近ですか。最近だと、なんだろうな、まあ、スーパー銭湯巡りとか、おあとは手話とか、はい、なんだろうな、食べ放題巡りとか。あー、すごい、うん、はい、食べ放題ってそんな食べるんですか。めっちゃ食いますね。へー、なんか意外かもしれない。本当ですか。そう、どういうイメージ見えますか。なんかすごいバスケが好きっていうから、はい、割とその体は大きくなったとはおっしゃってましたけど、うん、はい、ストイックめなのかな、食事がとか勝手に思ってた。そうですね、一時期僕83キロぐらい増えたんですよ。へー、そっからダイエットして、うん、15キロぐらい落としたんですよ。すごい。でそっからちょっと安心しても食べ放題に行ったらまた 5キロ太ったっていう。あ、でも、はい、体重管理がうまそう、うんうんうん、それ落とせるなら、ね、あ、結構なんか最近自分でコントロールできるようになってきました。はい、すごい。結構経歴もね、拝見してるんですけど、CM とかすごい、いろんな番組とかにそうお出になってるということで。ですよね、いやいや、本当にすごいですよね。いや本当になんか出演数もすごいですし、はい、半端なさすぎて、うん、特にご自身で代表だなとかよく見てもらえてるんじゃないかなと思ってる CM とかってあったりするんですか。でも本当に CM に関しては本当に全部が、はい、なんだろう、楽しかったし、うんうん、まあ、嬉しいし、まあ、使っていただけたっていう、まあ、イメージに、まあ、うんうんうん、として使っていただけただけで本当に嬉しいんで、全部が一応本当に貴重な
体験ですね。すごいですよね。結構あの父親役とか彼氏役とか、あのそういうのが結構目についたなと思ったんですけど、そうですね、彼氏役、父親役とあと、まあはい、そういうサラリーマン役が結構多くて、ちょっと本当はやばい役、やばい役、あのサイコパス的な役をちょっとやってみたいなと思って、最近は、はい、なるほどな、役者として、ねうん、ありますよね、はい、最近それできたんですよ。おーすごい。あ、できたんですか。はい、それって言っていい話なんですか。あ、それは、はい、どれですか。麻薬撲滅の、はい、番組っていうか、はい、はい、番組なんですけど、テレビ、なんだろう、 CM、うん、YouTube でも流れてます。はい。おーすごい、はい、じゃあ本当にあのいろんな役をやりながら自分のやりたいことも実現してきているという感じになってるってことですね、はい、やりきれましたか。最初は本当にあのなんか広告代理店のサラリーマン役でオーディションを受けたら、はい、なぜか DJ 役になって、はい、めっちゃ全然違う。じゃあ全然見た目と、はい、DJ 役の方ではそんなことがあるんですね、はい、ありがとうございます。今後やってみたい役とかってあるんですか。うん、そうですね、なんか僕結構好きな役者さんが宮本さんとか大泉洋さんとかなんで、ちょっとあ、まあ、コメディチックな役とかやってみたいですね、うんうん、コメディもいけて、なんか真面目なのもいけるで、まあ、やばい役もいけるやばいやばい、本当にいろいろな顔を持った役者になれたらなっていう、はい、ですよね、今後に期待しております。今回、ね、僕も頑張ります。一緒に頑張りましょう。じゃあ頑張りましょう。私も頑張りますよ。頑張りましょう。タッグ組んで頑張りましょう。おタッグ組みますか。やりますか。行きましょう。はい、ということでちょっと早いんですけれども、そろそろお時間なので、はい、最後に伊藤さんから告知をお願いいたします。はい、まあ、今回はい、まあ、サンオフィスさんと引き合わせていただいたのが、はい、僕もともとそういう交流会、交流会、はい、で結構イベントやってて自分で、うんうん、でそこでちょっとお手伝いさせていただいてました。ほうほう。で先月ぐらいに1回やらせていただいて、はいはい、で今月、うんうん、芸能交流会を、またやります。芸能交流会だって、はい、芸能交流会ちょっと気になりますね。気になります、はい、どういうイメージですか。芸能交流会って芸能交流会多分いろんな役者さんとかだけじゃなくて、うんうんうん、すごいいろんな人が集まって、うん、あ、こんな人いるんだという感じでマッチングして仕事につながったりとかする、うんうんうん、そうです、縁を広げるというか。そうですね、そうですね、はい、合ってますか。もう その通りです。やった、もう演者さんと制作側の方とか、ええ、芸能プロジェクトの方とか、いろんな方をつなげて、まあ、化学反応というか、はいはい、で具体的に言うと、3月21日、はい、木曜日に、お、今月、はい、今月なんです、うん、目黒の下小屋という場所をお借りして、うん、はい、はいはい、やります。で主催は一応その MJ さんという方で、 MJ さん、はい、ほう、お伺いしたことありますね。 MJ というまあ芸能のプロデューサーで、はい、結構自称その30万人の YouTube ちょっとそのちょっと気になる、ちょっと怪しいことですけど、はい、はい、芸能その YouTube のコンサルティングをされてる方で、はい、その方が主催で、へえ、はい、でまあ僕も一応そのお手伝いで当然今回参加させていただきます。3月23日もいらっしゃるという。あ、3月1ですね、間違えました、3月21日はい、はい、木曜日ですね、はい、はい、でそうですね、本当になんだろう、まあ、交流だけじゃなくて、そういう YouTube 相談とか、まあ、芸能相談とかも、はい、できると思うので、はいはい、あとまあ僕にもし会いたい方がいらっしゃったら、お、はい、ぜひ、まあ、来てください。参加するには、はい、あ、ね、ですよね、僕も気になりました。あ、そうです、参加チケットが今発売中で、はい、参加方法とかを、どうすればいいですかね、これ。例えば、はい、伊藤さんの X だったりを、うんうんうん、拝見とか、そうですね、あとは、はい、スタゴヤプレゼンツのこちらの渋谷トーキングの、はい、X でも流せればなと思いますけど、大丈夫そうですか。はい、大丈夫そうです。そちらをチェックって感じで、はい、はい、ありがとうございます、はい、以上で何か他何かありませんか。そうですね、はい、そうですね、じゃあ最後に何 か, に何か一言皆様に今後に向けて、はい、ぜひ、はい、本日はこのお呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます、はい、毎日バスケットボール持ってるんで、はい、見かけた方は気軽に声かけてください。はい、はいはい、ありがとうございます。頑張ります。じゃあ本日のゲストは伊藤大輔さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、はい、ありがとうございます。ございます。所長お待ちくださいね。では、はい、もう一曲お届けしたいと思います、はい、次は事務所のアイドルサニーの曲です。去年の7月にお披露目ライブでも最初に披露させていただいた新しいサニーの始まりの曲です。サニーで
ファーストウィンド。お聞きいただいたのはサニーでファーストウィンドでした。はい、ファーストウィンドでした。はい、それでは次のコーナーです。無茶ぶりフリートーク。イエーイ、どうぞー。イエーイ、おなかった、はい、本日もフリートークです。ここからはサンオフィスの、渡辺あゆみちゃんと山口ほのかさんに、ほのかちゃんに加わっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。じゃあ、あゆみちゃんから。はい、仙台出身の渡辺あゆみです。はい、主に今は SNS を毎日投稿して頑張ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、たぬき会1号ホーロリ巨乳、山ろこと山口ほのかです。普段は毎日配信したりと SNS を頑張ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでこの4人でね、行きたいと思います。はい、ね、あゆみちゃんがね、はい、連続で出てるんだって。そうですね、いなかったもんね、この間。そうだ、そうでしょ。はい、で、あれ、ほのかちゃんは去年の末以来だよね。そうです、久しぶりの。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。確かに。よろしくお願いします。お願いします。はい、もうどうですか、なんか近況とか。近況ちょっとね、あったら聞きたいよね。なんかある。最近例えば ね、TikTok 頑張ってますとか。あ、でも、うん、今日マネージャーの方から、はい、雪降ってるから気をつけてきてねみたいな、うんうん、雪降るよみたいに言われてて、はい、で朝起きた時に仙台から来たんですけど。そう、仙台なんだよね。はい、うん、なんか仙台すっごい雪降ってて、うん、マジやばいじゃんと思って来たんですけど、こっち来たらもうめっちゃ荒れてて、なんか傘とか持ってきたんですけど、ららいらないじゃんみたいな、荷物になっちゃったなと思って。あ、そっか、はい、でも仙台ね、すごい降るイメージあるから、うん、めっちゃ積もってました。こっちも積もってるんじゃって思うよね、そのまま来たらね。なんか雪予報ってなんかみんな言ってたんで、うん、
東京の人とかどうもすいませんでした申し訳ございません天気予報しっかりしてもらってという感じでございます、はい、ほのかちゃんどうですか最近最近あ大学卒業が決まりました。おめでとう。マジで単位あと1単位落としたら卒業できなくなっちゃうやばい危ない危ない。もう本当に怖くてずっとこの更新して卒業できるかなみたいな見たら卒業が決まって おめでとう。無事今日も笑顔でラジオに出てます。よかった。、はい、でもしかしたら今日ワンチャンあの辛い気持ちを危なかったな。はい、楽しいです。いや、よかった。じゃあその楽しいまま、はい、フリートークいきますか。はい、いきましょうか。今回はどうしますか、はい、なんか、タナさんからあそうご用意、なんか今日ちょっと大喜利気味にしようかなと思いまして。、はい、最近はね、トークテーマを決めて、はい、それに対して喋るっていうのが多かったんですけど、ここに来てちょっと大喜利をやってもらおうかなと思うんですね、はい、大喜利やったことない人、うん、はいわー、2人がない。、はい、しゃー、楽しいぞ、これやるぞ、いくぞ。なんで、真面目な答えじゃなくてもいいです、はい、真面目でもいいけど、はい、なんか思いついたのポンポン言ってもらってね、そう、頭の回転をね、良くしていきましょうということで、はい、行きたいと思います。せっかくなんで、1問目いきたいと思います。はい、昔は高身長、高学歴、高収入が、モテる要素と言われてましたけども、うん、今の時代、そういう風に当てはめる3つ、うん、何か教えてのコーナーでーす。あーいいの来た、いいの、うんうんうん、そう、高身長、性格で3つ、3ついった方がいいですか。そう、3ついった方がいい、はい、でもこれさ、なんかさ、うんうん、なんていうか、男の人だよね、高身長、高収入、あ男、確かに確かに、ね、高学歴、うん、そうですよね、あ確かに、うん、だからそれも女版でもいいし、男の人版でもいいし、思いついた人から、うんうん、はい、なんかこうでも、こうじゃなくてもいいよ。なんとかが素敵、なんとかが素敵とかでもいい、うん、でも変わらないところもありますねとかもありだと思う、うん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 、どういうのがモテるかな。でも私、はい、3つじゃなくてもいいのかな、はいはい、嘘がうまい、おあとはあー、そっち系か。嘘がうまい、はい、センスがいい、はい、優しい。そういいね。でもね、総じてセンスがいい人がモテると思う。確かに、いろいろ服だけじゃなくて、言葉のセンスとか、いろいろ選ぶセンスが上手い人がモテるなと思うから、いい、そう、そういう人待ってます。嘘が上手いはちょっと困るけどな。そう、嘘が上手いは基本的には、嘘つきは嫌なんだけど、どうせ嘘をつくなら、うまくついてほしい、うんうんうん、いい嘘なら OK という感じ、はいはい、優しい嘘みたいな。そう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 、うんうん、全部をさらけ出すことが、はい、重要じゃないって生きてきて気づいたんです、私。深みたいな、いきなり闇が深い。そうで、嘘があってもいいけど、例えば昔のこととかも言わなくてもいいしみたいな、うんうん、そんな感じ、うんうんうん、です。はい、なんだろう、でした。どうですか、なんか浮かぶかな。なんだろうな、3つじゃなくてもいいよ、うん、2個とかでも。どんな人がモテるだろう。モテる3大条件ですよね。そう、はい、モテる、ちょっと待って、うん、かいくんどう、いいですか、僕、うん、いいよ、もういて、うん、いいですか。最後がいい。いやいやいや、いい、そんな大した答えじゃないから。モテる3大要素ですよね、うん、はい、顔、筋肉、性格、うん、これです。あー、それ確かにいいってことだよね。顔がいい、確かに顔、筋肉がいい、はい、性格がいい、はい、それ女子もってこと。いや、これは男子っていう意味で答えました。最近の男子、女性バージョン聞きたい。そう、女性だったら、女性やったら、うんうん、顔と性格はまあそうだとして、うんうん、筋肉に変わるの何かな。何、体、何ですか、体型って言うとさ。いいんじゃない。だってこんなにさ、素敵な方々が目の前にいるんだから。はい、確かに大事、大事、大事、うん。でも体型ってさ、人によってさ、例えば、人によって違うんで、そう、うん、ちょっとぽっちゃが好きだとか、意外と女の人はさ、シュッとしてた方がいいって言うけど、触り心地がいい方がいいとかさ、痩せすぎずみたいな、そうそうそう、うんうん、あるったりするからね。その人それぞれのね、うん、好みがありますから、うんうん、好みの体型だっていうとかね、はい、っていう3つね、はい、あ、そうですそうです、なるほどね、もちろんもちろん、うんうん、あ、じゃあ行きますね。はい、どうぞ。とえみちゃん、気遣いができる。お、はい、気遣いができる。あと筋肉、うん、筋肉、また来たよ、うん、筋肉、はい、そう、そして心が広い。おー、すごい、確かに。あ、筋肉は個人的に筋肉が好きなだけだけど、うん、あ、そっか、なるほどね、はい、もうバチバチ筋肉。いや、バチバチじゃないけど、いやー。そこまでじゃなくて、あ、でもなんか、あ、鍛えてんな、この人みたいな、なんか、おさまっちの鍛えてじゃなくて、うん、なんていうの、ちょっともともとガタイのちょっといい、
なんか骨太系の。なるほどね。ちょっとがっしり。あ、ちょっと見えないよ、よく、はい、見えないな今日の服装的見えないね、うん、あれ、先ほどのゲストの伊藤さんちょっとがっしり見えたからな、はい、そういう系の方の良さとかいいですね、めっちゃ良かったな、ね、だそうですよ、伊藤さん、よろしくお願いします、はい頑張ろう、どう、ほのかちゃん、え、なんか最近モテてるなって思う、うん、かける人は、うん、はい、色白、色白、細身、細身、装飾系、装飾系、控えめ、控えめ、みたいな人が、4つになっちゃった、ちょっと韓国系っぽい人だ控えめな人、マッシュでみたいな、そういう人が結構、韓国系、あー、なるほどね、原宿系的な、そういうことか、もう色白はね、うん、生まれ持ったもんだね、うん、なんかジャニーズ系っぽいですね、なんかね、ダメだ、確かに、いや大丈夫大丈夫、いけるいける、いきます、うん、白く塗っといて、濡れ濡れ、白く塗れ、多めに、いや、全然タイプではないけどタイプではないですけどモテてるなーってちょっとなんか崩そうな人がやばいやばいやばいそうなのダメよ人気ですねやばいダメよが好きになっちゃうまあね、あの人それぞれ好みありますからねはい、はい、ありますからねということで、結構これ盛り上がりましたね、意外とはい、めちゃめちゃいいめちゃめちゃいいもうね、意外と時間があとちょっとだなと思って、うん、はい、なんかじゃ あ、そうですね、確かになんかもう一個ぐらい、はい、すぐさっき嫌だって言ってたけどこれがいいなって思うのが漢字プラスカタカナで椎名林檎の曲名っぽい言葉丸の字サディスティックみたいなやつはいドン無理はいむずいな荻窪ランデブブはねウに点々ランデブぽいありそうじゃないぽいですね全然曲が分かんないな何でもいいよ何でも土地とカタカナでいいんじゃないぽいほら、渋谷トーキングとかさあーほら、これ撮っといたのに言っちゃったじゃあ、椎名林檎さんですよねうんはいなんか漢字プラスカタカナうんなんかない例えば、原宿原宿なんとか原宿ギャルお、原宿ギャル椎名林檎っぽくはないけどまあ確かに漢字のカタカナがね分かんない何がいいかなそしたら新宿新宿うん新宿新宿新宿、うん、新宿ルミネしか思いつかないそうや好きやな、新宿ルミネじゃあ最後にお願いしますはいえ、なんかちょっと地方欲しいわかった、ね、はい、巣鴨巣鴨うん巣鴨もパーティーだってみんな全然違うはい、はい、お後がよろしいよということでありがとうございますこれまた今度もやろうはい、めちゃめちゃ楽しみ大変大変瞬発力がね、うん、鍛えられるので頭が働かなきゃはい、頑張っていきましょう、はい、それでは本日3曲目です、サナさん曲振りをよろしくお願いしますはい、サンオフィスのダンス&ボーカルグループジェイドの曲をお聴きいただきます俳優柏原修二さんが作曲されたジェイドのデビュー曲です。ジェイドで君だけのコリドの中で立ち尽くしてる君の姿
お聞きいただきましたのはジェイドで君だけのコリドーでした。ということでそろそろエンディングに向かいたいと思います。はい、早いな。はい、早いけど終わりです。はい、はい、では皆さんから告知などありましたらお願いします。はい、はい、じゃあまずほのかちゃんから。はい、はい、ヤマロです。明日14時から目黒駅スタゴ屋にてホワイトデイイベントがあります。お、私ヤマロはメイド服着るのでよかったら遊びに来てください。詳しくは X を見てください。はい、待ってます。そしてこの後ありますか、チェキ会が。この後チェキ会あるんで見てくれてる方ぜひお待ちしてます。よっ、お願いします。お願いします。いいな、メイドメイド服着ます。楽しみだね。はい、ぜひぜひ明日目黒スタゴ屋でよろしくお願いします。お願いします。では次よろしいですか、はい、えみちゃんですね。はい、と今はとインスタ、ツイッター、TikTok を毎日投稿してます。お、とみくちゃは最近ちょっと頻度下がっちゃってるんですけど、と今は主に TikTok で毎日配信をしてます。お、じゃあ TikTok だね、出会えるのはよく。そうですね、はい、とインスタ、ツイッター、TikTok の投稿はだいたい12時頃に投稿しているのでよかったらチェックお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、今日はメンバーがおりませんけれども、はい、サンオフィスのアイドル JADE とサニーの皆さんのライブお知らせがあります。うん、そして JADE のメンバーのですね、この岩崎紫音さんが去年の夏かな、はい、から活動を休止してたんですけれども、はい、とうとう活動再開しました。しおんちゃんお帰りなさい。しおんちゃんはですね、配信以外の SNS をもうすでに復帰されておりまして、うん、12日からなんとみくちゃショールームの配信も再開されます。うん、おーすごい。来週4日後ってことですね。そうだね、そう、4日後から再開です。で、ライブはどこから復帰するかまだ今の時点では未定となっておりますけれども、うん、詳しくはあのジェードや岩崎しおんちゃんの X などでご確認お願いします。はい、そして、はい、ジェイド・サニーのライブスケジュールはこのように週末を中心に決まっておりますが、はい、ジェイド・オンリーのライブも決まっておりますので、ぜひぜひ予定を合わせて、お越しください。3月24日日曜日はジェイドの奥本葵ちゃんの生誕祭が開催されます。目黒のスタゴ屋です。なんかさっきから目黒スタゴ屋でやるのいっぱい出てくるからなんですけれども、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、そして私の、バンドザビールズの宣伝に移りたいと思います。はい、春のザビールズ、いろいろとライブが決まっておりまして、今週末も3月10日日曜日西荻窪のリンダガレージという、ところで、スリータイ版ライブ、あとは名古屋に毎月3月4月5月と行きます。それ以外にも飛騨、高山の飲み屋さんでライブさせていただいたり、はい、あとは神楽坂にあるビアバーラカシェットというところで、はい、ガージェリーっていうすごい素敵なビールがあるんですけど、そのビール会社の取締役の人と一緒にライブをしたりなど本当にあのビールづいたライブも決まっておりますので、ぜひぜひ、ザビールズもしくはカタカナビールズで調べると大体私やビールズバンドの情報にたどり着きますので、そちらからチェックをよろしくお願いいたします。はい、あと毎日、ミクチャ配信をしておりまして、はい、そちらもカタカナビールズで調べた方が分かりやすいので、ぜひぜひ調べて、はい、会いに来てください。よろしくお願いします。イラストめっちゃ可愛い。ありがとう、書いてもらった。めっちゃ可愛い。はい、じゃあカイ君どうぞ。はい、僕藤森カイは、SNS を中心に活動を今してます。配信は TikTok で毎日やってるんですけれども、まあ、インスタグラム、Twitter じゃなくて X だ、X の方もちょっと随時ね投稿していきたいと思うのでよろしくお願いします。お願いします。4月に、はい、初めも言ったんですけれども4月に、そう朗読劇に多分出ると思うんで、すごい、ちょっとまだ詳細はこの後、来週、再来週、来週ぐらいに発表できると思うので、お待ちください。はい、日は決まってて、4月の19から21です。19、20、21、はい、はい、の3日間あるので、ぜひチェックお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、すごい。ぐらいですね。さあ、そんなところですかね。はい、はい、
あとはもう言いそびれたこととかないかな、大丈夫かな、はい、何かないですか。私はね、今ミクチャもう基本的にはイベントってやつに出てて、そう今私は甲子園のあのカレーっていうイベントに出てて、カレーですか。そう、カレー、カレー大好きなのよ、実は。なんでカレー欲しいなと思って出てますので、もし応援してくださる方、はい、どこに無料ポイントっていう方はぜひ待ってます、はい、カレーにビールは合うんですか。合うよ、めちゃめちゃ合う、本当に。だってビールで煮込んだお肉を使ったカレーとか結構あったりするの。そうなの、隠し味ってことですか。そうそうそう、そんな感じ。麦ってことですか。そうよ、もうやばくない、本当にすごいな。ということで、ぜひぜひミクチャでも待ってますし、はい、みんなは TikTok で基本的に待ってるんだよね。ミクチャです、うん、あ、ミクチャだった。今イベント出てます、うん、お、何に出てるの。ミックマロンティー屋さんって言って、あ、1ヶ月のやつだ。1ヶ月のやつ出てます。ロンティーもビールに合うんですかね。合うよ、合います。ロンティー飲みながら飲めば、それ最高さ。やってみよう。ロンティーはですね、はい、今回からデザインが変わったらしいので、多分今まではね、なんか黒地にね、白いミクマがいるみたいなやつだったけど、 それが変わったらしいので、ぜひぜひ。え、皆さんも見たんですか、どんなになった。うん、知らん。あ、知らないですか。うん、見てない。可愛かったです。うん、見た、画像だけ。すごい。ぜひぜひ、合法ロリ巨乳の山野ちゃんのボディに着せましょうということで、頑張りましょう。そう、1ヶ月かけて、うん、はい、チャレンジ中ですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、そんなところでございますかね。はい、本日の、放送はこれまでとなります。はい、皆さん、今日も楽しんでいただけましたか。イエーイ。ということで、次回放送はですね、3月22日金曜日の17時からとなっております。はい、サンオフィスからまた数名出演させていただきます。出演者は追って番組公式 X より発表させていただきます。ぜひ楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、では番組も最後となりました。次の放送も楽しく進めてまいりますので、皆さんお楽しみにしてください。お便りや観覧ももちろんお待ちしております。お便り待ってます。はい。皆さん楽しみにしていてください。はい、本日当番 MC は藤森海、そして桜さな、渡辺歩美、山口ほのかでした。はい、スタゴヤプレゼンツ渋谷トーキング、それではまた再来週お会いしましょう。せーの、バイバーイ。